アロハ、毎日サンダルです。奥サンダルです。おはようございます。おはようございます。今何時だ？9時前かな、9時前ぐらい、9時前ぐらいのワイキキを歩いております。久しぶりに朝じゃないですか、はい、そうね、久しぶりの朝散歩です。ね、今ゴールデンウィーク真っ只中ですけども、まだ免税店はやってません。そうだね。まあでも、まあ風の噂では秋頃に開くんじゃないかっていうハワイの秋頃はいつになるの？来年の夏ぐらいかな。わかんないけど、まあでも元々あるからさ、元々あるものだからあれじゃない？もうすぐ開くんじゃない？準備ができれば。はい。はい、ということで、まあちょっとね、久しぶりの朝散歩動画で、まあいろいろ伝えたいことがあるの？ないかな。伝えたいことがあるんだ。おかげさまで4月中に1万人を達成しました。おお、それか。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ね、日頃ご視聴いただいている皆様のおかげだと思っておりますので、まあ、引き続きね、継続してハワイの様子をお届けしたいと思います。本当にね、ゴールデンウィークに入って4月中はそんなんでもなかったけど、やっぱり5月1日ぐらいから日本の方の比率が一気に増えたかな。もう本当1日何組もの方がこう、サンダルさんですか、サンダルさんですかって、ありがとうございますっていう。はい、ということでね、ゴールデンウィーク、まあね、日本の方増えてる、職場近く。あ、増えてるね。なんか立ち寄る人は増えて、まあさすがに私はオキサンダルさんですかって言われることはないけど立ち寄る人は増えてる。そうやね。なので、まあでもそれでもまだ1日2000人ちょっとかな、2000人から3000人ぐらいだから、まあ例年のまだ半分ぐらい。日本から来てる人とかがちょっと話したりすると、やっぱ思ってるより全然来てないって。日本人の人が、私たちからするとさ、もう、もう皆無の状態からだからさ。そうだね、増えたねって思うけど、まあ昔に比べたらね、まずやっぱ国内旅行で来たからしなきゃ。まあね、日本のニュース見ててもね、国内旅行が活況だみたいな感じなんでね。ということで今日は新しくできた、あれどこだっけ、このね、ワイキキビーチウォークに新しくできたカフェジュースバー、あれ、あ、あったあった、これか、この謎のメネフネの像の目の前、まあ、そうだね。で、2階にルースズクリスがあって、1階にヤードハウスがある、ここのナルヘルスバー&カフェ。本当だ、行ってみましょう。ちょっとナルで食べてきたのはまた後で感想は言いたいと思いますけど、今ね、ここのロングスドラッグスの横にあるソーマークリニックさん、もうちょっとね、今ロングスに買い物に来たから今気になってみたけども、 PCR 検査はもうついにいらなくなったね。もともと5月8日からね、ゴールデンウィーク明けからいらなくなるっていう話が急遽4月のなんか20
7日ぐらいに、なんか29日からなくなるらしいぞみたいな、みたいな、本当にみたいな、調整中って何みたいな、決めろよみたいな。でこっちのハワイの人たちもちょっとざわついたよね、嘘でしょみたいな、こっちの軽い官僚の仕事で、まあ本当にだから4月29日日本到着便の人からあれだよね、もういらなくなったんだよね PCR 検査、日本帰国だから、この、まあ、ワクチン証明もいらないのかな、うん、今はあのアップしたってことなんだよ ねで、ハワイもついに、まあ、アメリカもついにあれだよね、5月12日かな11日か12日からアメリカサイドもワクチン接種証明いらなくなったので、まあね、もう5月中旬からは、ハワイ独自とかもないんだ、ハワイ独自もないんじゃないかな、そういうニュースは聞いてないから、もうアメリカ全体でそれで OK ない、いいんじゃないのかな、今まではねアメリカに入るのにはワクチン接種2回以上が必要だったけど、で日本は3回および PCR 検査だったけども、これでまあ、通常の旅行がやっとできるようになったんじゃなかろうかと。なんか聞いてたわ各航空会社に、その航空会社独自でそういうのをいりますかって、そういうルール設けますかって。ああやっぱりまださ、日本の国内旅行とかさ、うんうん、日本のなんかバス旅行っていうのとか、マスク必要とかワクチン接種必要とかあるの。じゃあそういうことか。え、じゃあもしかしたら国は OK だけど、その飛行機航空会社がルールを設定する可能性はある。可能性はゼロではないよね、うん、いやあんまりその独自で設けるって可能性は少ないと思うけど、あ、まあでも今のところそういう情報は出てないってことでしょ、うんうん、じゃあ大丈夫かな、ね、夏頃はね、もうお盆休みとか、うん、休みはもう普通にハワイに来れるっていう。まああとは物価だけ、円安、そうね、そうね、ねえ、なかなか130円台をうろうろしてるから、6月からまた燃油サーチャージが下がるっていうから、お、燃油下がるんだ6月から。飛行機自体が安くなる、ちょっとだけ安くなるんじゃないかなって思うけど。なるはどうでした？美味しかった美味しかった。そのさ、うん、アヒサンドイッチ、アヒサンドイッチね、食べてさ、その入ってるものがさ、だいたいこうメニューの名前の下にさ、うん、書いてあったじゃん、で、グリルドアヒって書いてあったから、うんうん、なんかもっとこうよくあるさ、グリルドアヒ、よくあるグリルドアヒってなんだ、中まで火が通った、そうそうそう、アヒステーキみたいな感じ、ね、結構さ、なんかアヒステーキってまあちょっとパサパサしてる感じとかあるじゃん。 そうね、それがなかったっていうか、こうなんか、まあ、ほぼなんか叩き手が表面を炙った感じだから、うん、中はレアで、まあ、外が焼き目がついてるっていう感じだから、うん、まあ、逆に言うとサンドイッチとしてはいいのかもね、なんか、うん、フレッシュな感じもして、美味しかった。でさらに、まあ、確かに15ドルでちょっと高いけど、うん、まあね、野菜もいっぱい入ってて、なんかあバランスいいなって思って、うん、あれはリピートできるかなと思います。2食分とかにしてまあでもやっぱりね、まあでも生だからな、あれか、2食分、まあそうやね、保存は適さないかもしれないけども。でアサイボールもなんだっけ、ナルボールか、うん、ナルボールはまあアサイにバナナにイチゴブルーベリーでビーポーレン、そう、ビーポーレン、グラノーラか、アーモンドも入ってたね、うん、まあ、蜂蜜のなんか栄養価の高いビーポーレンとか入ってて、まあちっちゃいね、8オンスサイズで7ドルちょっと、昔5ドルぐらいだったよね。なんかまあナルもあそこももともとカイルワにあって、で、ワードのサウスシュアマーケットにできて、
でノースショアにもできて、で今回満を持してワイキキにもっていうところで、うんうん、もしかしたら店舗ごとに価格が違ったりするのかなとはちょっと思ったりはするけども、まあ見てないから分かんないけどね。まあでもアサイボールっていつもさ、うん、食べに行くとさ、こっちだと超、まあ、アイランドヴィンテージの方がさ超でかくて、毎回なんか食べきれなかったりとかさ、もう食事をさ歌ってるけどさ、なんかやっぱなんとなくすごいチーズめっちゃ並んでる。やっぱり日本人だからなのかさ、ああデザートとして見ちゃう。まあね、まあね、食事にしてもさ冷たいからさ、あんだけの量の冷たいものを一気に摂取するとさ、いやお腹痛くなっちゃうし、なんかあんまり体に良くないんじゃないかって逆に思っちゃうよね。あ、またちゃん体良くあんまり体冷やしたくないよねと思うからさ、アサイボールとかないのでもなるのはそこまで冷たくなかったよね。いわゆる結構氷とかが入ったシャリシャリ系のさ、もう冷たいって感じじゃなくて、まあおそらく程よく凍らした固めた。ナンバーゾーンだっけ、あそこの。浅いの凍ってんのそのままさ、ガリ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 って削ったみたいな感じではなくて、ちゃんとなんか浅いピューレをのジュースとかを混ぜてミックスしましたっていう感じだから、シャリシャリ感っていうよりはドロッと感だから冷たすぎず、でしかも8オンスだったら程よい量だったね。まあレシートも写真撮ってあるから載っけときますけど、まあミニアサイボールと秋のサンドイッチでチップ入れて、まあ37ドルとか、うん、で2人でしょ、2人。いやもう先月行ったコメダが懐かしいね。2人で9ドルとかだったよまあまあまあそんなこと言ってもね、いやもう仕方がないので、ルールが分かんないからモーニング頼んだけど、え、豆つかないんですか聞いちゃったね、コメダはねモーニングの人には豆がつかない、コーヒーだけの人には豆がつくっていうね、僕もそれ知らなかった。さあ、まあなので今回新しく3月か4月にできてると思うんだよね、なるあそこのお店、うん、なんでまあ個人的には新しい朝食スポットの一つには入ってくるかな、サンダルチョイスの中では。美味しかったしね、他のも食べて、ポルトベロマッシュルームが気になってたよね、なんかフライかな、なんか入ったサンドイッチとか、まあサンドイッチとか、まあサンダルサンドイッチとミニアサイボールを2人でシェアするぐらいな感じだったらまあいいかなと思うので、まあ貝コーヒー以来のまあ個人的には朝食、ワイキキのいい感じ朝食スポットかなと思います。うん、なのでね、まあ皆さんもまたゴールデンウィーク以降ハワイにお越しの際はワイキキの新しい朝食スポット訪れてみてはいかがでしょうか。逆にね、ここで食べてますよとかねあったら、そうだね、また、まあ、結構このゴールデンウィーク本当多くの方がいらっしゃってると思うんで、ここ行きましたとかここ良かったですっていうのはぜひお伺いしたいなと思います。で皆さんの、ね、が知ってて僕が知らない情報もあると思うんで、そういうところも行ってみたいなと思います。では3つはまだやってないけど4月末から北海道ラーメンフェアやってますね。まあこの間もお店に何か何かスタッフさんが来てくれたけど、なんかなんだっけ2週間で店舗が変わっていくらしいのね、いいね。じゃあ日本のさラーメン屋はさ2週間ずつちょっとこう2週間ハワイ旅行みたいな感じで来るまあね、スタッフさんは大変だとは思うけど、まあ時間があるときにお昼ご飯とか夜ご飯サクサクと、みんな準備してきてるんだね。そうだね、なので、まあ、5月中に来られる方は三つ輪で、はい、ラーメンも食べれると。あ、7月30日まで、4月28日から7月30日までだって。いろいろローテーションでいろいろ変わっていくと思うね。ハワイの人も北海道大好きだからね。そうだね、うん、はい、じゃあ
今回はこれぐらいにしとこうかな。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Thank you. マハロー。Thank you, マハロー。行時間に。